2008年に日本に初めて配備されたアメリカ海軍の原子力空母ジョージ・ワシントンが大規模整備のため日本を離れました。5000人以上が乗っている原子力空母ジョージ・ワシントン、およそ7年の任務を終え、今日本を旅立ちます。全長300メートルを超える原子力空母ジョージ・ワシントンは2008年に横須賀基地に配備されましたが、今回燃料交換などの大規模な整備を行うためアメリカへ戻ります。ジョージ・ワシントンは東京湾を出たところで海上自衛隊の護衛艦いずもと合流し、ジョージ・ワシントンが甲板上に一文字でさようならと描くと、今度はいずもがありがとうジョージ・ワシントンと同じく一文字で答え、日米同盟の連携をアピールしました。秋には同型艦のロナルド・レーガンが日本に配備される予定です。